受動アースタよろしく。妹が厄介になってるようで。了解した受動君。おい俺ダブルゼータを持って、あらゆる意味で我が軍にとって危険分子である。どうしてさ。自分の胸に聞け。自分の胸って、柔道、やっぱり柔道だ。フル、私に会いに来てくれたの。うわ、またお前か。フレミ、とっても優しいお兄ちゃんだよ。女だったら誰にでも優しいようだな、柔道君。違う、誤解だよ。許さん。ああ、ルールカは本当にゼータガンダムのパイロットをしているんだな。それがどうしたって言うんだ。確認しただけだ、気にするな。手錠ぐらい外せ。ねえ、柔道を出して、私のお友達なのよ。ダメです。キュベレイのサイコミシステムがうまく作動しなかったのもこの少年のせいだ。ちゃんと調べるまでは近づくんじゃない。グレミーのバカ、ベーダ。なんと下品な。やはりパイロットに品性を求めてはいけないのか。ならばルールカはパイロットをやっていてはいけない。いけないのだルールカ。こんなことなら船を沈めるって脅かしてやればよかった。ん、ピアノの音。そうだよな、リーナにもピアノぐらい習わせてやんなきゃ。あ、ジェダ遊ぼ。プル、よしよし、いっぱい遊んでやる。悪いな、縁があったらまた会おうよね、平和な時にさ。パイロットなんてもうやめろよ。せっかく妹と会わせてやろうと思ったのに、もう知らないか。